では今日のゲームのハイライトをご覧いただきましょう。今日の先発投手はここまで2連勝中という和田剛です。立ち上がりツーアウトランナーなしから近藤がうまく右中間を破っていくツーベースヒット、中田フォアボールで1回ピンチ、そして太田がライト前ヒット1点入るかなというところで上林ホームへ、ね、この送球で、ね、アウトにできたというのは大きかったですよね。先制点でしたからね。近藤がホームで最初を吸い込んだ段階ではホームタッチできていませんでした。結果アウトになります。その後2回ワンアウト満塁と和田がピンチを作ります。ちょっとね序盤からピンチ連続だったんですけどね。そうですね、まあ、ね仲間の守備に助けられてましたよね。ここはファーストゴロダブルプレーに西川打ち取ってピンチをしのぎます。一方ファイターズ先発はマルティネス。マルティネスが良かったですね。そうですね、やっぱり隙がなかったですよね。チェンジアップもよし、そしてまっすぐや50キロ台カットボールもよしという形で2回は三者凡退。4回もノーアウト一塁のピンチは和田、バッターディアヌエラを迎えます。ここはストレートで打ち取りました。まあ、下位打線を迎えてここはよくまたしのいだシーンです。そうですね、ここツーアウトまで取れましたからね、そして中島拓也も勝負。ただ明らかにもチャンスの多いファイターズと全くチャンスを作れないホークスという、ね、展開がはっきりしてましたよね、続いていました。マルティネスの前にノーヒットが続きます。4回、まあ、柳田もボテボテ、4番にした中村晃も見逃し三振、三者凡退でした。5回またノーアウト1塁のピンチを作った和田、ここでバッター近藤です。ショートフライ、ここでピッチャー和田交代になります。100球以上も投げていました5回途中で、泉が1人アウト取った後なんですが、ここ冒頭でした。これで1点先制を許します。その後大谷レフトへのタイムリーヒットで2対0とファイターズがリード、先制点を5回に上げました。一方5回裏ホークスはようやくマルティネスからバレンティンがこの日チーム初安打、ただこれもちょっと繋がらなかったですね。そうですね、得点できませんでしたね。上林ライトフライ、増田も空振り三振。ソフトバンクホークスは3人目チーノが7回ワンアウト2塁という場面を作りますが、まあ、6回から投げて6回三者凡退、7回はこれ中軸をよく抑えましたね。そうですね、やっぱりこれこのピッチングでねホークスに流れが来ましたよね、そしてマルティネスが7回です。この回先頭柳田がついにセンター前ヒットでノーアウト1塁とランナーが出ます。そして続く中村晃、右中間破るタイムリーツーベースで1点差、さすがのバッティングでしたよね、その後ワンアウト2、3塁とチャンスを作って、でダイソーなどもこう周東とか西田とか送りながらバッター上林ですが空振り三振。あ、ここもねベンチは勝負に出ましたからね、で球数の関係もあったでしょうか、マウイテンスから玉井へ、その玉井から増田が2点タイムリーで逆転、つながりました。ホークス3対2、そしてもう8回も入れろ、9回森もまず先頭中島を打ち取ります。だから西川もショートゴロ、これはリクエストもあったプレーなんですが最終的にはアウトのまま、そして代打1をサードファールナイン打ち取ってゲームセット、ソフトバンクホークスが3回で逆転勝ちに成功です。